ゆっくり飛行機チャンネル。今日すごいことが起こったんだよ。ただごとじゃない様子ね。一体どうしたのよ。買い物した時に福引券をもらったんだけど、一等を引き当てちゃったんだよ。お、すごいじゃないか。一等の景品は何だったの？なんとなんと、商店街で使える商品券10万円分が当たったんだ。10万円？すごいな。福引で一等を当てるなんてロネットは強運だぜ。これで毎日商店街のカレーショップで仕込みができるね。仕込みって、業者かよ。しかし今回はいい偶然でよかったな。そうだ、今回は悪い偶然が重なって起こった出来事について紹介してみよう。というわけで今回紹介するのは、タロム航空371便墜落事故についてだぜ。タロム航空って聞いたことないな。タロム航空はルーマニアのフラッグキャリアよ。ルーマニアは東ヨーロッパ、東は黒海に面する人口2000万人程度の国ね。タロム航空の設立は古く、1920年まで遡るぜ。歴史のある航空会社なんだね。日本にはやってくるのかな？日本への就航はないが、ヨーロッパや西アジア、中東などの路線を運航しているぜ。今回事故を起こしてしまったのは、そんなタロム航空371便。それでは前置きはほどほどにして経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは1995年3月31日のこと。タロム航空371便はルーマニアの首都ブカレストから、ベルギーの首都ブリュッセルへと向かう定期国際旅客便だった。使用機材は A310、エアバスインダストリー社が開発した中型のジェット旅客機だ。初飛行当時はグラスコックピットなど、多くの先進装備を備えた飛行機ね。このフライトで使用されたのは、ルーマニアでも歴史が深い地域にちなんで、ムンテニア、と名付けられた機体だった。ムンテニア、はもともと1987年にパンアメリカン航空に引き渡され、1991年からデルタ航空で使用された後1994年4月にタロム航空が購入したものだった。なるほど、いくつかの航空会社を渡り歩いてタロム航空に導入された機体なのね。このフライトを担当したのは当時48歳の機長、彼の総飛行時間は14,300 時間程度だった。一方副操縦士は当時51歳、彼の総飛行時間は約9,000 時間程度だった。どちらも十分な経験を有するパイロットだね。この時操縦を担当したのは右席に座る副操縦士、左席の機長は管制との交信や計器の監視など操縦以外の業務を担当していた。371便には彼ら2名の運航乗務員に加えて9名の客室乗務員と49名の乗客、合わせて60名の人たちが搭乗していた。午前9時の出発を目指して出発準備が行われ、8時54分に地上管制と交信を開始しエンジン始動の許可を要請した。その8分後には防漏作業が完了し、離陸滑走路への地上走行を要請した。防漏作業？そんなに寒かったんだ。ルーマニアでは、3月まで厳しい寒さが続くこともあるんだそうだ。事故発生当日の天候は雪が降っており、高度5000フィートまで厚い雲が覆っていた。雪に厚い雲、良い天気だとは言えない状況だね。離陸滑走路に向けて地上走行をしながらチェックリストを読み上げ、フラップや自動水力について適切な離陸構成が設定されていることを確認した。今まで離陸設定を誤って起こった事故も多かったけれど、今回はその心配はなさそうね。しばらくして滑走路に到達しタワー管制と交信を開始、滑走路内での待機を指示された。そして待機指示から2分後に離陸許可が与えられ、離陸滑走を開始。離陸中は機長がスロットルレバーにて襲えながら速度などをコールアウト、371便は何の問題もなく加速し離陸速度に到達した。浮揚後は操縦を担当していた副操縦士が機長にギアを格納するように声をかけ、彼はそれに応じて対応するなど互いに適切なコミュニケーションも図られていた。ここまでは何の問題もなく離陸したように見えるけれど。371便は高度2万6000フィートに向けて上昇を開始。機長は管制官に対して空港北側のストレジュニク地点に向けて直行しても良いかと尋ね、無事直行許可が得られたため371便は左旋回を開始した。だがこの頃から371便に異常が起こり始める。と、突然来たわね。離陸から1分半ほどして速度が200ノット近くに到達した頃、副操縦士は機長に対して前縁スラットを格納するように指示を与えた。離陸後に加速して安定してきたら、フラップやスラットを格納する必要があるからね。だが機長はこの指示に従う様子がなく、ほどなくして隊長が、と発言した。そして副操縦士は数秒後、彼に対して大丈夫ですか？と声をかけていた。あれ？さっきまでは円滑なコミュニケーションが取れていたのに。機長は隊長に何か異変を感じていたのかしら？走行している間に高度4200フィートに到達、17度の左バンク角で旋回を続けていた。
この頃コックピットボイスレコーダーには、機長のうめくような声が録音されていたという。機長の身に何か問題が起こったのは間違いなさそうだ。この状況に不安を覚えた副操縦士は、焦りを感じながらも自動操縦を作動させようと試みた。だが自動操縦はその1秒後に解除され、コックピットにはその警報音が鳴り響いていた。加えて左バンク角が45度を超えて増し続け、371便はついに上昇から降下に転じた。45度、なぜ増し続ける傾きを止めることができなかったのかしら。左への傾きを増し続けた371便は地上めがけて急降下、バンク角が増し続けた結果ほぼ背面飛行に近い状態で飛行していた。背面飛行、恐ろしいわね。この時コックピットボイスレコーダーに録音されていたのは副操縦士のこれはダメだとの発言や言葉にならない叫び声などが録音されていたそうだ。この映像、地面に向けてほぼ真っ逆さまに急降下していたのね。壮絶な状況だ。彼は傾きを増しながら急降下する機体を立て直すことができず、離陸してからたった約2分後の午前9時8分34秒、最大で64度もの機首下げ姿勢を保ちながら、324ノットもの高速度で地面に激突した。管制官は371便を何度も呼び出したものの返事はなく、付近を飛行する滝やタロム航空のディスパッチャーに371便と連絡を取るよう要請した。だがそのどちらも371便と連絡を取ることができなかった。最悪の事態を考えた管制官はディストレスフェーズを発し、371便の捜索及び救難活動が開始された。やがて空港の北約3キロの地点で371便の残骸を発見、だがその現場は凄惨を極めた。かなりの高速度で地面に衝突してしまったから、相当な衝撃だったでしょうね。激突の衝撃で深さ6メートルに及ぶクレーターが形成され、機体は完全に破壊されていた。火災は短時間で消し止められたものの、細かな残骸が広範囲に散らばっていた。ああ。その状況から生存者の見込みは極めて厳しいものと推測されたが、結果搭乗していた全員が犠牲となったことが確認された。スムーズな離陸直後に、こんな事故が起こってしまうなんて。この事故には不可解な点が多いわね。機長に何が起こっていたのか、なぜ左への傾きが止まらなかったのか、そして経験豊富な副操縦士はなぜ最後まで体勢を立て直すことができなかったのか。この事故が起こったのにはいくつかの要因があるが、その中でも2つの偶然が最悪のタイミングで重なってしまったことも一因だった。2つの偶然。タロム航空371便は離陸上昇中、経由地点に向かうため左旋回を開始した。だがその途中、突然機長が体調不良を訴えた。走行している間にも左バンク角が増大、371便は上昇から急降下に転じた。副操縦士は急降下する機体を立て直せず、空港から3キロの地点に機首から激突してしまうことになった今回の事故。優秀な乗員たちを襲った2つの偶然とは何だったのか、それは動画後半で説明しよう。お願いします。事故翌日にはフライトデータレコーダーが見つかり、その解析が行われた結果、大きな手がかりが見つかった。あら、展開が早いわね。何がわかったの？異常が起こり始めた時、左翼の第一エンジンの水力が小さくなっていることがわかった。異常が起こり始めた時というと、ストレジュニク地点に向けて高度2000フィートで左旋回をしていた頃ね。左旋回中に、左翼のエンジン水力が小さくなった。あ、そう、旋回中に左右のエンジンの均衡性が失われていたことが分かったんだ。それなら左への傾きを増したことの説明がつくわね。となると重要になってくるのは、その理由だね。エンジンに不具合や故障があったのかな。記録されたデータを分析した結果、エンジンそのものに欠陥はなく、左右の両エンジンは事故が起こる瞬間まで正常に動作していたことが分かったんだ。絶対エンジンの不具合だと思ったのに。エンジンに何も異常がないのに、片方のエンジン水力だけが小さくなるなんて。そこで、ムンテニアの飛行日誌を確認したところ、興味深い記載が見つかったんだ。興味深い記載？なんと自動水力システムに異常がある旨が、繰り返し記載されていたんだ。自動水力の異常って、どんなことが書かれていたの？引き継ぎ事項に書かれていたのは、以下の記載だった。離陸水力から上昇水力に切り替わるとき、第一エンジンが最小水力まで減退することがある。うん。この記載はどういう意味なのかしら。自動水力が作動している場合、離陸時は離陸水力が、上昇時は上昇水力が適用されるんだ。その名前の通りね。その切り替えは高度に応じて行われ、水力低減高度に到達したら自動的に離陸水力から上昇水力に切り替わるんだ。
だが水力が切り替わるとき、何らかの原因で第一エンジンの水力が小さくなる、という現象が以前から起こっており、その旨が引き継ぎされていたんだ。この不具合は、タロム航空より前に事故機を運航していたデルタ航空でも見られていた。そんなに前からこの不具合が見つかっていたのに、どうして対策ができなかったの？この不具合を再現しようとしたが、地上では同じ不具合が起こらなかったんだそうだ。うん。一体理由は何だったんだろう。これは今回の事故調査において分かったことだが、不具合の原因は自動水力システムとスロットルの同期機構に欠陥があったためだったという。だが当時はそれが分からなかったため、対症療法的な措置で対応していたんだ。対症療法的な措置？それはスロットルレバーに手を添え、引き戻されるレバーを手で押さえるという方法だった。そんな原始的な対応でしのいでいたのか。だが実際この対応についてはある程度有効だったようで、何度も起こったこの不具合には全てこの方法で対応していたんだ。直近25時間のフライトデータレコーダー記録によると、同様の現象が2回起こっていたことが分かった。だがタロム航空のマニュアルには上昇水力の適用が確認できるまで、手でスラストレバーを押さえて保護することが明記されていた。タロム航空の乗務員はマニュアルの記載に基づいて、この方法で対応していた。そうか。だから離陸時に機長が右手をスロットルレバーに添えていたんだね。その通り、彼はこの現象が起こることとその対応について知っていたものと推測される。でも機長はずっとレバーに手を添えていたのよね。なぜこの現象が起こって左翼の第一エンジンの水力が小さくなってしまったのかしら。そういえば機長は上昇中に体調不良を訴えていたね。あ、そうだったわね。まさか。そう、彼が体に異変を感じた瞬間、スロットルレバーから手を離してしまったものと考えられた。機長が体調が悪い、と発言した後にうめき声のようなものを発していたことから、彼は身体に著しい不調を感じていた可能性が高いと推測される。彼の体に何が起こっていたのかはわからないが、例えば心臓に異常が起こって彼が胸を手で押さえていたとしたら、確かにスロットルレバーから手を離してしまう可能性は、十分に考えられるわね。または機長が経由地点を登録するためにレバーから手を離している間に体調不良が起き、彼は再びレバーに手を添えることができなかった可能性も考えられる。いずれにしても機長は体調不良による苦痛を感じ、レバーに手を添えられる状況ではなかったということね。でも、事前の健康診断なんかでは問題が見つからなかったのかな？ああ、事故の1年ほど前に行われた直近の健康診断では異常が見つからなかった。突発的な症状だったのかしらね。よって先ほど話した二つの偶然というのは、機長の体調不良と自動水力の不具合。この二つの偶然が同時に起こってしまったのが、この事故最大の要因となった。最悪のタイミングで偶然が重なってしまったということか。副操縦士は機長の様子に気を取られ、エンジン水力が非対称となっていること。そしてその影響で、左バンク角が著しく増大していることに気がつかなかった。隣に苦しんでいる人がいたら、そっちが気になるのは当然のことだわ。さらに当時は厚い雲に覆われていたため、磁気の姿勢を把握できなくなる空間式失調に陥っていた可能性も考えられる。でも姿勢指示器や高度計、大気接近警報装置が急降下を教えてくれると思うけど、副操縦士が自動操縦を作動させた時、自動操縦が動作していると思い込んで機長に意識が傾いていた可能性が推測された。だが実際のところ、自動操縦はすぐに解除されてしまっていた。さらに焦りも加わって、磁気の姿勢を正しく認識できなかったとしても不思議ではないね。さらに GPWS は電波高度計に基づいて警報を発するため、バンク角が大きくなりすぎて、正しく地表との距離を測れなかったために作動しなかったものと思われる。また衝突の瞬間にはエンジン水力の非対称性に気づいた副操縦士が、両エンジン水力を最小にしたものの時すでに遅し、高度の余裕はほとんど残されていなかった。ものすごい速度で急降下していただろうから、限られた高度から体勢を立て直すのは極めて難しかったかもしれないわね。よって今回の事故は元から知られていた自動水力に関する不具合が、機長の体調不良と重なり最悪のタイミングで起こってしまったことがきっかけで起こり、急降下中も雲の中を飛行しており、焦りも加わって姿勢の立て直しが遅れたために起こった事故だと結論付けられた。しかしそんな偶然が同時に起こるだなんて、事実は小説よりきなりということなのかしら。常に最悪を想定しなければならないとはいえ、機長の体調不良まで想定するのは難しいね。もしオートスロットルの不具合が頻発している時にその原因を突き止めていれば、今回の事故は起こらなかったかもしれないな。そういう意味では上昇中に起こったスロットルの不具合は、偶然というより必然だったと言えるのかもしれない。私の知っている人がこう言ったわ、偶然から必然への昇華となる、と。
とにかく対症療法でその場をしのぐのは、長期的に見て危険が生じる場合があるのかもね。というわけでこれがタロム航空371便墜落事故の概要だぜ。それじゃあ、ゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのは松山空港よ。松山空港って、どこにあるんだっけ？おいおい、しっかりしてくれよ。松山空港は四国地方の愛媛県にある空港だろ。松山空港は四国地方でもコロナ禍前は最多の運航本数を誇っていた空港よ。年間乗降客数も中国、四国地方でも最多を誇り、大規模空港の一つに数えられるわ。中国地方を合わせても、最多の乗降客数なんだ。広島空港も上回っているのか？乗降客数ランキングでは松山空港の次に広島空港が位置しているわよ。東京路線を考えると、広島便は新幹線ともろに競合するのが理由の一つなのかもな。そんな松山空港には2500メートル級の滑走路が一本あり、羽田便、伊丹便、福岡便、成田便に加えて北は新千歳から南は那覇まで、非常に幅広い路線が就航しているのよ。松山空港には国際線もあるの？エバー航空により台北便が就航していたみたいだけど、今は欠航しているようね。今までに紹介してきた空港でも、ほとんど国際線は欠航が続いているよな。さて、愛媛県といえば言わずもがな、愛媛みかん、が有名よね。そうそう、みかんの生産量は和歌山県に次いで日本第2位なんだっけか。冬場にこたつで食べるみかんって、なんであんなに美味しいんだろうね。そんな愛媛みかんを使った、ポンジュースは今やほとんどの人が知っているわよね。そういえばポンジュースが出てくる蛇口が、松山空港にあるって聞いたことがあるぜ。ご名答、松山空港にあるオレンジバーでは、蛇口から出てくるみかんジュースが楽しめるんだって。いいな、ずっと蛇口から直飲みしていたいよ。それは行儀が悪いからやめておきましょうね。皆さんも松山空港を訪れた折には、みかんジュースを堪能してみてはいかがかしら？というわけで今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。どこまでも青い空飛んでゆく飛行機雲、明日